ボートレース小島テイちゃんカップシリーズ5日目11レースから沖ツアー泉谷健吾の2選手が優勝戦進出、残る2つのファイナルピットをかけて最後の準優勝戦第12レースが始まりました。1号艇には山崎裕二、2号艇には熊谷直樹、3号艇には山崎明夫、4号艇には塩崎裕二、5号艇には谷川雄一、6号艇浦部昌司、以上6選手の対戦12レース準優勝戦です。ここも内枠3名に人気が集中する形となりました。シリーズリーダーここを勝つと明日の優勝戦も白の枠番が見えてきます。1号艇の山崎裕二インに座っています。2コース2号艇熊谷、前半レース5コースから見事な幕出し、シリーズ2勝目オール3連帯キープ。センター3コース3番人気3号艇の山崎明夫、前半カード3着、力強い船足は健在です。そして4コース引っ張って角1、4号艇の塩崎、5コース6コース今日の前半カード逃げて勝利は5号艇谷川登録9号艇の浦部。最終進入スタイルは3対3、枠番通りに収まりました。第12レース準優勝戦はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。6メンバーあまりさないスイート体系となりました。一周の1枠インから仕掛けにくる1号艇山崎裕二、2号艇熊谷はあえて巻く、巻き出しから5号艇の谷川切り込んでは3号艇山崎明夫、4号艇6号艇旋回しておりますが、押し切った1号艇の山崎裕二、2番手制5号艇3号艇接戦、インコースやってくる、グイーッと3号艇の山崎明夫、アウトコース5号艇の谷川一周にコーラーの旋回、スタートは正常、先手は3号艇の山崎明夫、5号艇の谷川切り込んでくる、握った2号艇の熊谷は流れた、切り込んで6号艇4号艇旋回も、先頭1号艇山崎裕二、2番手2点し取り返す5号艇の谷川雄一、3番手が食らいつくは3号艇の山崎明夫、2番手3番手の手間は2点審査、レースは2周回1コーナー、2番手に行く5号艇の谷川雄一、3号艇の山崎明夫、相当回す単独の2番手宇宙島手にリードを取った5号艇の谷川雄一、3番手の3号艇の山崎明夫、頂点系は1号さん、4番手が2号艇の熊谷、その後方4号艇塩崎、6号艇浦部並走、レースは列車にはクロス世界、先頭は1号艇の山崎裕二、2番手5号艇谷川雄一、3番手切り込んでくる3号艇の山崎明夫、上台系は1号3の台系、レースはこれから3周目と移っていきます。このレース6番手のスタートだったんですが、1周1マーク先輩成功、先頭1号艇の山崎裕二、それトップスタート一定時のスタートを決めた5号艇谷川、手を合わせる3号艇の山崎明夫、かわした5号艇谷川に割って3番手は3号艇の山崎明夫、さあ今度は4番手双子飛び込んできた2号艇の熊谷ですが、3番手は5艇身優勢、3号艇の山崎明夫、ラストコーナーの旋回と向かっていきます。シリーズ7勝目、先頭1号艇の山崎裕二、2番手は5号艇の谷川雄一、3番手クリア、3号艇の山崎明夫、上台系は1号3の台系、4番手から急接近は2号艇の熊谷です。先頭1番山崎裕二ゴールイン、2着5番の谷川ゴールイン、3着守って3番山崎明夫ゴールイン、2番の熊谷ゴールイン、4番塩崎、ラスト6番の浦部がゴールイン、なお2連単1号6名